星界の戦記、星界の戦記、正解の戦記は、森岡博之のライトノベル、SF 小説、スペースオペラ。星界の紋章の続編となるシリーズである。アニメ化、漫画化、ゲーム化もされている。前作、星界の紋章前3巻が、アーブによる人類帝国と人類統合体との間の戦争の発端と、それに巻き込まれた帝国の王女。 ラフィール及び地上人からアーブ階級になった少年人と逃避行を描いた一連の長編物語とすれば、星会の戦記は、その後、アーブによる人類帝国にあって、軍人として職務に就くようになった二人がアーブの貴族としての義務に終わりつつ、その中で出会うトラブルや交流を綴ったものである。三巻までは、各巻完決であるが、 4巻から5巻は一続きの話となっており、5巻で第1部、巻となっている。作者によれば、星会のとうまくはまるような二次熟語を思いつくまで、戦記のタイトルが続くらしい。アーブによる人類帝国と参加国連合との戦争は、当初こそ連合側に帝と落葉がある目前まで攻め込まれたものの、時間をかけて基地人類史上最大の艦隊を整備した。 帝国側に有利に展開いていた。戦役の発端となった人類統合体の先制攻撃は双方に甚大な損害を出し艦隊の再建に3年を必要とした。再編成を終えた星海軍は人類統合体量脱作戦、幻炎を発動した。新米艦長として新設の突撃艦バースロイルに乗り込んだラフィールは同じく初期として乗り込んだ。 人と、父の死により、借位を継いだとともに、戦いに身を投じていく。二人の直属の上司アトスリア百省長は、三年、前に、ラフィールが殺した、フェブダー主男爵の妹であった。担当領域のアプティック門は前線を遠く離れ、予備艦隊が駐留していた。幻炎作戦は、成功に終わり、引き続き殲滅戦、カリウド作戦が実行された。ただ、 制圧整形が多すぎて、領主が足りなくなってしまった。そのため戦いの一方、カリウード艦隊司令長官、ビボス提督の気まぐれで、征服した惑星ロブナス E の領主代行及び、領主副代行として赴いた、ラフィールとジントの二人であったが、そこは、統合体の犯罪者強制収容所であった。ジントたちは、慣れないながら、元人類統合体の刑務官たちと交渉するが、 彼らの希望は、他政権への移住だった。もともと囚人たちの動向は不穏だったが、刑務官と女性囚の移送が最終段階に来た矢先、ついに刑務官たちが恐れていた反乱が起こり、人とは囚われのみとなってしまう。カルード作戦終了で、戦況は一時到着し、二人は人との故郷にして三カ国連合から帝国が、奪還したハイドハ国、旧。 ハイド政権へと向かうが、待っていたのはとても好意的とは言えぬ歓迎であ。一方、星海軍は未だ帝国に基準しない、ハイド政権における戦略救援集を企画する。そしてついに、ジントは育ての親にして、現、ハイド政権首相、ティルコリントと再会する。戦争は七年目に突入した。平面宇宙における人類統合大量を孤立させるべく、 に方面から打ち通しする総トゲ作戦が発動された。ラフィールたちは襲撃艦フリーコブに乗り込みバルケー王国からテンカーモン軍中心園まで打ち通しする作戦部隊に所属し、ラフィールの弟デヒールはもう一方のカルード作戦によって獲得した新領土からテンカーモン軍中心園まで打ち通しする作戦部隊に所属し、戦列艦 海藻府に乗り込み海進撃を続けた。一方、アーブ帝国の皇帝ラマージュは、中立を宣言していた、ハニア連邦大シティンクイハンから密約の話を持ちかけられるが、これは帝国の命運を消しかねない重大なものであった。そして、星海軍が人類統合体のマイラル政権を制圧後、新作戦、雪き称へ移行して、新領土方面艦隊が再編された。一方、 ジンとは、第一重輪戦隊ごと、帝都、ラクファカールへ呼び戻され、一人定休へ召喚された。四カ国連合軍の侵攻に対して、帝都ラクファカール防衛が不可能と判断した皇帝、ラマージュは、緊急戦闘作戦、不死鳥作戦を発動する。皇太子、ルサーニは、不死鳥艦隊を率いて、一路、臨時帝都となる、バルケー王国の外リュルチンジュフに向かう。 テートでは避難の時間を稼ぐためのテート防衛団が召集され、上皇たちがその指揮官となっていた。ラマージュはラフィールに帝国法を持つ英雄法名碑を臨時テートに輸送せよと直命を与えた後に敵の侵攻をわずかでも遅らせるため、この絵艦隊を率いて七に行く。一方、自部隊の孤立を確認したドゥヒールはコトポニーからの命令書を携え行きし 第五艦隊司令部に出頭するのだった。落ァカール陥落から十年、八王国の内四王国を奪われた帝国は、ついに反撃に乗り出す。ラフィールは、新皇帝デュサールから、ヘキ作戦、クファゼートロドルショとの実行を命じられ、人民主権制系連合体撃滅へ向かう。一方、孤立していた第二方面艦隊司令長官ドゥビウスのもと、ドゥヒールは、 艦隊司令長官として重責を担うこととなる。文章と同様に、格和冒頭のナレーションはアーブ語によるもの。サムソンが故郷の言葉ミッドグラッド語を話すシーンも登場する。彼の向こう傷はアニメのオリジナル設定である。ソバーシュは原作では男性だが女性に変更されている。最もソバーシュのキャラクターが中性的なので、ストーリー上の障害は ほとんどない。テレビアニメ、星会の戦記のタイトルで、2000年4月14日から、同年7月14日までワウワウにて放送された。全13話。第7話は、アニメのオリジナルストーリー。放送終了後に、全13話に新作カットを加えた、総集編、星会の戦記特別編が制作され、2001年7月7日に、ワウワウにて放送された。 テレビアニメ、星界の千記 E のタイトルで、2001年7月11日から、同年9月26日まではうわうの放送された。全10話、16、9のワイド画面で制作され、BS デジタル放送ではハイビジョンで放送された。ハイビジョン放送されることが、前提のテレビアニメシリーズでは珍しく、セルアニメである。2005年7月22日発売の、 星会 DVD ボックスの映像特典として特別編が収録された。OVA 星会の千0 EE のタイトルで2005年8月26日には上巻が同年9月23日には下巻がそれぞれ発売された。アニメ化に際してはハイドモン起き演習のシーンが大幅にカットされアニメオリジナルのエクルアの歌が挿入されている。 星会シリーズのアニメでは初めてデジタル制作が行われた。FM 大阪で放送後ネット配信され、さらに CD としてもリリースされている。最新話となる星会の戦記4は2006年に放送されたが CD 化はされていない。キャストは基本的にアニメ版と同じ。アニメと違う場合と映像化されていない4のオリジナルキャストは以下の通り。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。